大変暖かい日になりましたですね。やはりタケノコが出ていますので、早速掘っていきましょう。これは先日ね、私が接ぎ木に使った腰油ですね。根がいくつか出てますね。これ以上取ると死んじゃうんでね、取りません。これがなんか腰油もどき。これはトゲタラでね、もはや最初の芽が葉っぱになって開いてますね。こうやってトゲがね、いっぱいありますよね。一つ発見しましたね。これはね、ツツジです。漆の芽だと思いますね。これもね、もうちょっと小さい段階ですと天ぷらで食べれると思いますけど、まあ、ただタラほど美味しくないと。さっきのツツジはこの山ツツジ、この花本当綺麗ですね。ちなみにね、孟宗竹ですけど、このように皮を剥いたばっかってやつ、これはおそらく去年ぐらいにできた若竹で、ここが白い、これはまだ若いんですよね。逆にもうこれだいぶ枯れ草になってますけど、ここが黒くなったらもうタケノコというね、子供を産みませんので、まあ大体ね、若竹の周りにどんどんタケノコ出るのは5年間と言われてますね。まあ全部で3本取りましたけど、なんとなくね、竹林全体では日当たりのいいところが先に出たかなっていう感じですね。まあ4月に入りましたので、これからはまあ、毎日出ると思いますが、その、雨後のタケノコといって、雨が降った後が、すごいですね。一気に来るかと思いますね。以上です。